初代、中村勘三郎万次元年6月9日は、江戸時代初期の歌舞伎役者、ザ元。生前は猿若勘三郎として知られた。江戸で、初めての常設の芝居小屋となった猿若座、中村座の創始者。野号は柏屋。縄文は丸に舞鶴。羊は慶都も、名古屋中村とも言われる。山城の武士、中村勘兵衛の次男。羊の遺説として、 中村和氏の末弟、中村うこんの孫の勘三郎と同一人物だという説もあるが、定かではない。講子やには、小国美集愛知軍、中村と記されている。このことから、名古屋の市民団体が寄付金を募り、2017年5月に名古屋市中村区にある中村公園に、中村勘三郎の誕生記念の像を建立した。兄の狂言師、 中村勘次郎らと大倉流狂言を学び、その経験を生かして、生涯の傑作、舞踊、猿若を創作したという。江戸歌舞伎発祥の地秘言な8年江戸に下る。寛永元年2月15日、猿若勘三郎と名乗る。同年、江戸市内の中京南地に芝居小屋、猿若座を建て座元となる。3月に興業開始。 これが江戸における常設歌舞伎劇場の始まりとなる。猿若舞が江戸中の人気を集める。寛永9年、寛三郎は幕府の御用船、畑丸開港の際に船先で木あり音頭を歌い、将軍家より陣羽織を拝領する。その後しばしば将軍家に招かれ、猿若舞を踊り、名声を取る一方、中村座の消失や奉行所からの取り締まりにも悩まされる。 明暦三年の明暦の大化では、中村座を失い、五月江戸を離れて一時故郷の慶に上がる。慶では、五歳天皇の御前で、猿若舞、新発地大公、この中村勘次郎と共に上演。褒美に、美老土地に丸に三つ、柏門の羽織、勘次郎には、中村明の名をそれぞれ賜る。九月に、 江戸に帰り中村座の経営と役者業を務めたと言われている。万事元年に死去。以後、勘三郎大学が中村座座元として経営に携わり、中村座は江戸で一番の権威ある劇場となった。長男が初代中村勘九郎、次男が中村勘二郎。愛知、初代中村勘三郎の銅像上幕生誕伝承の地、名古屋中村区。 中日新聞、中日新聞社、2019年6月15日閲覧、慶安4年に1月と3月に、江戸城中で歌舞伎を興行している。日本史年表東京学芸大学日本史研究室、編、東京堂、出版、1984年231ページ、文化、思想、一期欄より、ありがとうございます。